ジョゼフ・カビラ、ジョゼフ・カビラ・カバンゲ、ヨゼフ・カビラ・カバンゲ、1971年6月4日帯、は、今後民主共和国の軍人、政治家、同国の第四代大統領、任期、2001年1月26日帯。父である前大統領のローラン・カビラの1月16日での暗殺を受けてその後を継ぎ、2006年11月27日の選挙で信任され、 2011年11月28日に再選を果たした。同国初の普通選挙で選ばれた大統領である。南キブ州、フィジ地区の小さな町ヘワボラで、ローランカビラとシファ・マハニアの長男として生まれた。ただし、これを疑問視する意見もある。フィジの小学校に通い、タンザニアのダルエス・サラームで卒業、ムベアで中等教育を受けた。高校を出ると、 軍事訓練を経て、ウガンダのマケレレ大学へ進んだ。1996年10月父が、コンゴザイール解放民主勢力連合を結成して、モブツ政権への反乱を開始すると25歳のジョゼフもカドゴースの司令官となり、近社社に至るまでの多くの戦闘で重要な役割を果たした。アフディルは、アンゴラ、ジンバブエ、ルワンダなどの軍から支援を受けた。 1997年に、七郎ランが権力を握ると、1998年から、ジョゼフは中華人民共和国の北京に渡って中国、人民解放軍国防大学に留学した。中国での訓練から帰国すると、ジョゼフは、少々、さらにの参謀次長に任命された。2000年に、今後軍の参謀総長に就任、父が暗殺されるまで在任していた。 2004年の第二次、今後戦争において、ジョゼフは、主な軍事司令官の一人である。2001年、父ローランが暗殺されると、1月26日に29歳で、大統領へ就任した。ジョゼフは、ドミニカの首相に、ルイズベルト・スカーリットが就任するまで当時、世界最年少の国家指導者であり、若く経験不足とみなされたが、2003年に、和平協定で、 第二次世界大戦以来の死者数を出したとされる第二次コンゴ戦争を終結させることには成功し国内における主な反政府勢力コンゴ民主連合5派 RCD5 マとコンゴ解放運動の指導者2人と与野党の民間人2人を副大統領とする暫定政権を樹立したこの2つのグループは後に野党と政府の支持グループに分かれた 2004年3月28日には、父ローランの性敵だったモブツセセセコの流れを組む、勢力によるものと見られるクーデター未遂が、近社差で発生したが、失敗している。また、2004年6月11日にも、エリックレン次長佐が率いたと見られる集団がクーデターを、起こして、権力を掌握し、暫定政権を樹立したと、国営ラジオで放送したが、 ジョゼフ中世派の部隊により鎮圧された。ジョゼフはモブツ派との和解にも努め、2007年にモブツの息子での指導者であるを閣僚に迎え入れた。2005年12月、国民投票によって新たな憲法が承認され、2006年6月に大統領選挙を行うとした。憲法によって候補者の最低年齢が35歳から30歳に引き下げられたため、 正式な候補者として立候補することができるようになった。この選挙には当初最も有力な対抗馬とみなされていた元首相のエティエンヌ・チセケディは不出馬を表明していた。7月30日に選挙が実施され、8月20日に公表された暫定結果によると、ジョゼフの得票率は約44%で、主な対立候補であったジャンピエール弁馬の 得票率は約二十パーセントであった。ジョゼフはスワヒリ語が話される東部でより多くの票を得た。カビラとベンバとの間で決選投票が十月二十九日に行われ、十一月十五日、選挙委員会は五五十八点零パーセントでカビラの勝利を宣言した。この結果は十一月二十七日最高裁に承認され、十二月六日に新大統領として、 就任した。12月30日、カビラは第一次投票で3位となり、決選投票で彼を支持したアントワーヌ・ギゼンガを首相に任命した。2011年11月28日に行われた大統領選挙で再選を果たしている。2015年9月、北京で行われた中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年。 記念式典に出席した。2016年12月19日に大統領の任期が満了となったものの、大統領選が政権与党によって2018年に延期され、任期切れの後も大統領職に止まり続けている。これに対して国内では抗議デモが発生しており、治安部隊の反撃により死者も出る事態となっている。2017年末までに、 大統領選を実施することで与野党が合意したものの、選挙管理委員会は有権者登録の遅れを理由に選挙実施を2019年4月以降に延期した。この間に憲法を改正し参戦を可能にしようとする思惑があるとの憶測も出ている。2018年8月8日、ジョゼフは後継候補にラマザに全副首相権内務、治安省を指名したことを明らかにし、 合わせて12月に予定される大統領選挙に出馬しないと発表した。ラマザニが大統領選で勝利した場合、ジョゼフは一旦首相に就任し、2023年の大統領選で帰り先を狙うとの見方もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。